ただだ、ホーミー。じゃ、致死イーグル。今じゃ、ガーッ！ふん。いい気になるな。安心するのはまだ早いよ。義龍、カズマ。そっちから吹っかけてきた喧嘩だ。 いいからさっさとかかってこい。 兄貴、よくご無事で。村瀬か。いい加減兄貴はよせ。俺が組から足洗ったのはもうとっくの昔だ。水くせえこと言わんでくださいよ。俺も昔は堂島の杯でこの世界に入った身です。それより兄貴、こいつら中国マフィアです。ついさっき 兄貴の首を的にかけてるって情報が入りました。ああ、そうらしいな。こいつらは俺の名前を知っていた。今うちの春日たちを応援に呼んでます。とにかくこの辺りはやべえ。すぐ離れましょう。 お前ら、ご無事でしたか。よかった。お、中国人のこと何か分かったか。連中を動かしてんのはチャンって野郎です。最近大陸からこの町に入り込んできました。向こうの組織じゃかなり上の幹部です。なんでそんな奴が俺を狙う。いえ、それはまだ。とにかくこの辺りはチャンの手下が走り回ってます。行きましょう。ん？春日はどうした？ あいつは事務所に置いてきたのか。あれ、さっきまで一緒にいたんですけど。4代目連中、チャンの手下です。桐生の兄貴、後ろからも。逃げ場を塞がれたか。ここで俺らをやる気らしい。 だとすりゃ人数が少なすぎますね。俺らを舐めてますよ。同感です。ああ、だが油断するなよ。ずー！ Hey!
全員無事か。ええ、なんとか。やだ。よせ、頼む、助けて。勘弁してくれ。なんだこの声。どっから。この声、春日のやつだ。しけぞ、どこなんだ。アンギ、どっから聞こえるかわかりますか。助けて。あ、こっちか。この辺から聞こえませんか。よせ。あ、兄貴、ここです。助けて。あ、兄貴、あそこ。勘弁してくれ。頼む、やめてくれ。助けて。兄貴、ここです。落ちる。助けて。嫌だ。おい、カスカ、カスカ。クソ、返事しやがらねえ。すぐ医者に見せねえと。桐生カズマ、お前一人で上がってこい。他の雑魚どもには用がないんでな。なんだと。お前らはカスカを病院へ連れてけ。兄貴、兄貴はどうするで。村瀬、今のあいつがチャンか。いえ、違います。ただチャンの手下で腕の立つ傷の男ってのがいるって聞いてます。多分今のやつでしょう。そうか、連中の狙いは俺だけだ。春日は任せたぞ。こっから先は俺一人でいい。しかし兄貴、俺が名指しで売られた喧嘩だ。チャンってやろうと蹴りをつけに行く。エレベーターはちょ。残業徹夜で初心なし、決めた目標を先延ばし。そんなあなたの心の闇に、お楽しみのところ、悪い。気にしないで続けてくれ。
悪いが、ちょっと通らせてくれ。はい、かしこまりました。失礼いたします。いや、それが今上司から指示がありまして。死体にしてお引き取り願えとのことです。なるほど。お前らの上司ってのはちゃんのことか。あんたとのんびり口利く気はねえよ。こっちはもうとっくに残業時間なんでね。待ってたよ、桐生一馬。本当に一人で来るとは、噂通り大した度胸だ。お前のボスはどこだ？俺を狙ってるのはチャンなんだろう。その通り。チャンさんはお前のことを高く買っている。この町を牛耳ってきたヤクザ、登場界の伝説的な四代目元会長、通り名は堂島の竜だったかな。今の登場界六代目もお前には心酔しているという。俺たちの狙いはその六代目を我々との抗争に引きずり出すことだ。そのためにはお前の死体をこの町に吊るすのが手っ取り早い。どんな組織が相手だろうが真っ先に頭を潰す。それがうちのボスのいつもの手だ。雑魚じゃ話にならねえ。チャンを出せ。ボスと話したいのならその資格があるか確かめさせてもらおうか。你们别忘记，等会儿老大要看他的尸体。别杀得太难看。
야! チャンの居場所を教えろ。遊びは終わりだ。落ち着きなよ。こっちは久々に遊べそうなおもちゃと会えたんだ。もう少し楽しませてくれや。お前じゃ話にならねえと言ったはずだ。さっさとチャンを出せ。釣れないね。そんじゃまあ鬼ごっこと行こうか。ほら、来いよ。待て。チャンはどこにいる？誰がお前なんかに。くそ。村瀬か、どうした？いえ、暗示こそご無事で。大丈夫だ。そうですか。今春日がそばにいます。こいつが言うには何でもチャンの野郎を探す手がかりがあるそうで。なんだそれは。チャンが言い寄ってる女です。名前はシュエメイ。シュエメイ。さっきアンチが入ってたビルの2階に風俗店があったんですが、覚えてますか？アップルパイって。シュエメイはそこで働いてた女の一人です。その女ならチャンの居場所を知ってるはずだと。店は今アンジがビルに乗り込んでった後一旦閉めたみたいです。女たちはビルの外で待たされてるようで。ならシュエメイもまだその辺にいるってことだな。ええ、店の制服着たままなんで見りゃすぐ分かると思います。分かった。春日にも礼を言っといてくれ。へい。ん？あれはHuh! Huh! 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 Hu
味でやんのかあんた、アップルパイの。え、ええ。シュエメイってのは、あんたか。違います。あ、あなたさっき店を素通りしていった人ね。シュエメイに何の用？少し話がしたいだけだ。今どこにいる？さあ、私たち、お店の人に外で待ってろって言われただけだから。でも、近くにはいると思う。そうか。わかった。ありがとう。なかったら金を出せ。なんだよさ。困ったな。どうしたんだ。何かあったのか。はい。もしかして。この町に詳しかったりします？まあ、それなりにはな。よかった。あの、お願いがあるんですけど、お店をいくつか教えてもらいたいんです。店？はい。私、個人で商品の取引をやっているものなんですが、取引先の店の場所が分からなくて困ってるんです。で、お前の探してるのはなんて店だ？はい、3軒ほどありまして、カスタネット村と居酒屋竹蔵、そして鶏肉ロワイヤルです。カスタネット村と居酒屋竹蔵、そして鶏肉ロワイヤルか。全然知らん。もしかしてわからないですかね。じゃあ、もし先ほどのお店を思い出されましたら、私に連絡をいただいてもよろしいでしょうか。これが私の携帯番号です。わかった。思い出したら連絡してやるよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。私も探しに向かいますので、それではまた。ちょっといいか。あんた、アップルパイのシュエメイを知ってるな。何？あなた、
シュエメイと話がしたい。どこにいるか知らねえか。しばらく待ってれば後でアップルパイに戻るはずだけど、今は食事に行ってると思う。多分ハンバーガー屋さん、スマイルバーガーっていう。スマイルバーガーか。でもあの子に近づくと怖い人そばについてるよ。ん？シュエメイ、チャンさんのお気に入りだから。彼女は嫌がってるみたいだけど。なるほどな。あんたがシュエメイだな。え、そうですけど。少し話がしたいんだが。その前にこいつらをおとなしくさせなきゃならねえみたいだな。悪く思うなよ。キリュウってもんだ。私を通せる気？あなた日本のヤクザでしょ。私関係ないよ。あんたをどうこうしようってんじゃない。チャンの居所を知りたいだけだ。教えてくれ、チャンはどこにいる？チャンさんなら今喫茶アルプスにいると思う。喫茶アルプス？私が喋ったと言わないで。バレたら私ちゃんに殺されるよ。ああ、分かってる。安心しろ。ちゃんはもうすぐこの町から消えることになる。ちゃんはキッサアルプスだ。そろそろケリをつけてやる。お前がチャンだな。やっとお会いできましたな、キリュウさん。俺がここに来ると分かってたのか。まあね。だが思ったよりずっと早くこの私にたどり着いた。私は初めから逃げ隠れする気はない。なら最初からお前が直接俺に会いに来りゃよかった。関係ねえもんまで巻き込む必要はなかったんじゃねえのか。お楽しみを私独り占めでは部下がかわいそうなんでね。死ねえ！
中国からはるばる来たんだろ。俺の首が欲しければいつでも来い。何度でも相手になってやる。だがまた他の人間を巻き込むようなら次はねえぞ。住んだのか。うん。でも久しぶりのカムロ町だからまたおじさんに何かあったのかと思って心配してたんだよ。ここは何年経っても変わらねえ。いつものカムロ町だな。さすがだね。もう行くのか。また顔見せに来てよ。